キャス。毎週木曜深夜1時からお送りしております TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキポッドキャスターです。ザキヤマサンタに今日は来てもらってます。でーす。ザキヤマサンタ今日全然金ベル鳴らさなかったね。忘れちゃったよ、ベルもうさ最初だけじゃん、プレゼントとかも全部忘れてたけどもうただ単に電話してふざけてただけだそうだよ、あったんだね。あったから一応テーとしてね、テーマとしては辛い話を聞いて、で辛かったら合格っつってプレゼントを渡すみたいな。でも辛いっていう人いなかったよね。まあでも栄光ちゃん離婚があったりとかさ、やっぱ辛いって言いたくないのかな、みんな恥ずかしいっていう、ね、うん、ね、別に大丈夫でしたよ。最後の菊池亜美に関しては別に辛いことないんだけどね。いやだけどなんかおぎやはぎのラジオが辛かったって言ってたじゃん。そうだね、あれはね、やっぱ俺を生かすことができなかったからさ。そう、あ、矢作さんを生かせられなかったの。そうそう、一緒にやっぱ小木は全然うまいの、俺を生かすのよ知ってっからね、そ一緒に行けるから いいところをね、相撲をね。そうなのよ、やりないというとそうなっちゃう。一応ね、感想が来てますよ、うん、ラジオネーム好きな餃子は水餃子、小木さん、矢作さん、ザキヤマサンタさん、お疲れ様、はい、お疲れちゃん、小木さんが矢作さんの作文を読んだきりほとんど話をしてませんでした最高のスペシャルウィークでした。特に菊池亜美とのやり取りで爆笑しました。2年に一度とは言わず来年もザキヤマサンタに来てほしいです。ほら、なんで去年呼んでくんないのよ。去年何やったんだよ。去年なんだっけな、ね、なんでなんだよ、誰がサンタやったんだよ。何やったの。おちんぽんグランプリやったんだ。おちんぽんグランプリ面白そうだな、それ。面白い。何だこれ。おちんぽんグランプリ。おちんぽんグランプリだったらしょうがねえからなんだそれ、おちんぽんグランプリ。わかんねえけど、おちんぽんグランプリならなんかしょうがないような気がするわ。おちんぽんグランプリやった方がいいよ、ね、石川県ラジオネーム、餅の食べ方は僕は餅に限る。この間行ってきた関山サンタとその仲間たち、ペイス、ザキヤマサンタ最高でした、うん、ついてない芸能人を幸せにするというよりザキヤマサンタが満足するまで悪ノリの相手をしてもらう2時間最高でした。またザキヤマサンタにラジオでやることを願ってます。あ、そうやって解釈する人もいるか、ね、そうだね、なんてもらいたいだけなんだよね。ラジオネーム、とっくのマック、うん、おいおっさんたち、うん、アミミ、かわいすぎ、最高だぞ、バカ野郎。あら、おぉ、そうちゃん、あら、アミちゃんの株が。上がってる。上がっちゃった。両親いる？いい子だからね。菊ちゃん。そうだよ、最後変な感じになっちゃったからさ。そうだよ。確かに。うん、でも教えてあげないと。あ、そうだよ、なんか、八木さんの、あそこ、どうのこうのみたいな。開いちゃったもんね。うん。切っただけ？もしもし。あ、もしもし？はい。アミちゃん？はい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 。ねえ、あれまだ家？え、まだ家ですよ。今日あ、まだ家なんだ。はい、もう家出ちゃったよ。ねえ、もうねえ、本当に怖いね。やめてください。本当にね、超怖い。今全部のドア開いてるんですから、家の。なんで全部のドア開いてる？なんで全部のドア開いてんの？ザキヤマどっかに入ってんじゃないかだってザキヤマさんがさっき開けてって言うからいっぱい。ああ、そういうことね。玄関は閉めた、ちゃんと。喧嘩は閉めました。ああ、危ないからね。はい。一人暮らしなんだから。何だったんですか、ちなみに。何？何だったんですか。そうそう。あのね、ザキヤマサンタがね、うん、そう。いろんな人に電話して、うん、それで今年辛かった、まあ、こととか聞いてさ、うん、それで合格出たらプレゼントあげようと思ってたの。うん。え、だって、はい。なんだけど、ちょっといろいろ違う展開になっちゃってさ。はい。辛いことあったの、ちなみに。だからさっき言ったじゃないですか、その。おぎやはぎのラジオでしょ、うん、はい、まあ、アイドリングの卒業は、うん、あれ嬉しい。辛いっていうか、いや、嬉しいじゃないですけど、うん、寂しいなとは思ったんですけど。そうだね。ザキヤマさんすごいですね。何が、この時間に、いつものテンションっていうか。すごいと思う。関係ないから。なんだよ。ザキヤマさんすごい。アミちゃんは時間なんかないんだから。アミちゃんも疲れてんの？疲れてるっていうか家にいたんで、うん、別になんかイエーイとかはなんないですよね。ああそう、まあ、家だからかな。うん、ただもうそろそろ結構経ったでしょ、喋り始めてから。うんうん、ちょっと見てみなよ。あ、え、ついに最後のねえねえ、本当に本当のネタバラシ最後にねえ、ね、本当に怖いんですからね。玄関ね、ちょっと玄関、玄関開けてみて。ちょっと待って、マジ怖い。ちょっと、ほんと怖いんですけど。大丈夫です。ついにね、さっき到着。開けましたよ。どう？見てみ。え？
なんもないですよ。そうだそうだ。いやね。ごめんごめん。そうだ。ありがとうね、菊池。TBS ラジオだった。いや、本当に。え、大丈夫ですか？じゃあ、まとめがね、ピンキ出てね。うん。あ、は、うーん、はい。ありがとう。こっちまでちゃんとしてね。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、はい。ねえ、あ、じゃあさ、あぶねえ、うん。俺たちも帰ろうか、じゃあ。帰ろう。え？俺たちも。帰るの？なんで俺らにそんな帰る、まあ、帰りたくないの、いやいや帰るんだったらいいけど、帰るわ、うん、帰るわ、つなげといてよちゃんと。なんでいいよ俺たちはもう。じゃあまた来年か再来年まで、はーい、さよなら。さあじゃあちょっと次の現場行かなきゃいけないんでごめんね。お願いします。